はい、皆さんこんにちは、坂本 TV 矢野俊チャンネルへようこそ。イエイエイ、今日は進路動画第3弾ということで、皆さんが投稿した時に体育館でお話しするネタを、あらかじめアップします。よろしくお願いします。何度も聞いて頭に入れよう。はい、まず知ってますかということでね、GAFA、ファングと言いますね。これ何だか知ってますか。もう見た瞬間、あ、分かったっていう人もいると思いますけどね。 Facebook、Amazon、Apple、Microsoft、Google という会社の頭文字を取ったものということですよね。上はこの Microsoft がないということになりますね。 SNS だったり電子商取引だったりスマートフォンに関する会社だったりパソコンの OS、 あとはネットの検索ということで、最近絶対に必要だと思われているものを、必ず伸びると思われているようなものに注目した会社でございます。だからもう爆発的に今伸びているよね。絶対これからも必要になってくるわけですね。さあ、皆さんの生活、アフターコロナ変わりましたかということですよね。まだアフターでないかもしれませんけど、一旦落ち着いているよね。変わったかなということをちょっと聞いてみたいと思いますが、自分の生活変わりましたか。まあ絶対変わってると思うんですよね。学校に登校できてない分、自宅で何ができるかなということを考えた人が多かったんじゃないかなと思います。で、ここから何が変わるんですかということなんですけどね、無駄な業務に気づくと。我々も仕事してそうなんですけど、無駄な業務に気づくわけですよね。で、新たな活動に取り組んだ、ね、人もいると思います。我々も取り組みました。 YouTube に私もアップしたりとかね、パソコン苦手だったんだけど得意になってきたりとか、いろんな変化がありました。で、考えること重要だなということに非常に、深く深く、気づきましたね。いろんなことを調べて、検索すれば何でも出てくるしね、それをもとに考えることってとっても重要だなということが分かってきました。で、常に進化、もうどん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 進化しないと、もうこれで終わりというのはないんですよね。もうこれで終了、もうこれだけやってりゃ十分っていう、社会ではこれからなくなるということなんですよね。だからどんどん進化させていかないといけないということは覚えておいてください。はい、進化に耐えられる仕事ということでね、なくなっちゃうよっていう、仕事がなくなっちゃうんだよ、こんな仕事なくなっちゃうんだよって聞いたことあると思うんだけどね、5割ぐらいの仕事はなくなるっていうふうに言われてます。まあ5割弱ね、こういった仕事は残るんじゃないかっていうふうに言われてるね。耐えられるでしょう。何が共通点でしょうかね。はい、想像力とか表現力、あとはコミュニケーション力が必要だったりするわけですよね。こういった仕事は絶対残ってきますね。だからこれを身につけないと、これからの学校はね、これを身につけさせないといけないということなんです。だから皆さんにもこれを身につけて卒業してもらいます。大学もこういうものを身につけるところ、企業もこれが身につくところ、ね、これをさらに進化できるところ、進化させることができるような企業に就職しないといけないということなんだね。はい、ソサイエティ 5.0 って知ってますかね。まあ、社会、ね、こんな社会、第1番目の社会は狩猟社会でした。2番目農耕、3番目工業、4番目が情報社会、今ですよね、情報化社会というふうに言われてます。で、次やってくるのが5番目の社会ということだよね。これどんな社会なのかっていうと、キーワードがいくつかあって、 IoT、 ビッグデータ、 AI、 ロボット、もう3年生だったら大体知ってるよね。知らない人はちょっと恥ずかしいから調べておいた方がいいよ。どんなことを意味してるのかっていうことはぜひ調べておいてくださいね。これ、これからの社会のキーワードになってくるので、ぜひとも調べてほしいかなと思います。これからの社会、じゃあどんな社会なんだろうねっていう話なんだけど、今生きててもいろんな問題があるよね。この問題を解決していかないとこれからはダメなんだ、我々の次の世代に、もしくは今生きている地球上の生物たちに今の環境を残してやらないといけないでしょっていう話になってきたわけですよね。で、こういった問題を解決していかないといけない。そのために先ほどのソサイエティ 5.0、まあ、これを達成できれば多分 OK だろうなということなんだよね。気候変動、ね、最近ね、雨がいっぱい降ったりするよね、暑くなったりね。あとこういう食品のことね、アフリカでは不足してるのに日本ではロスが出るみたいな話、あと格差社会も、我々のような日本でも進んでるよということなんだよね。これ、どうやって解決するんですか。これからの問題の解決のために何が必要なんですか。まずは目標です。世界的な目標、2030年までに SDGs、 これ SDGs 知ってますかね。 SDGs、サステナブルディベロップメントゴールズということでね、持続可能な開発目標ということで、これ17の目標が今掲げられてますね。これをぜひ世界の目標にしようということで始まったわけです。これを目標にして、さっきのソサイエティ 5.0
達成しようということ、そのためにいろんな問題があるけれども、その問題を解決していこう、そのためには AI が必要だったり、するわけだと、ビッグデータが必要だったりするわけだということなんですよね。はい、じゃあもう一回、これ超スマートな社会になるでしょうということ。今は機械をこう一生懸命我々が動かしてるんだけど、そのうち我々がボタン一つ押すだけで機械が勝手にやってくれるような社会が来るかもしれないわけですよね。超スマートな社会で、Society 5.0 と言われるもの、こういったキーワードがありますよということは覚えておいてください。これは国がね推奨している、まあこれからの指針ですね。はい、ということでちょっとね、社会の話、これから卒業した後の話をちょっとしましたけれども、学力にはね3要素ってものがあります。知識、技能、今まではねこれを覚えればいい、あとはそれを身につければいいっていう、教育だったんだけれども、これからはそれをさらにね考えて、思考力、判断力、表現力、表現していこうということなんだよね。まあこれがないと先ほど残る仕事についていけなくなっちゃうということなんだよね。考える力、あとはそれを、自分自ら主体性を持って多様な人々と共同し、学ぶ態度ということで、いろんな人とコミュニケーションを取ってやっていけるかどうかっていうところが見られるわけですね。はい、で今年度の入試、総合型選抜、英語入試が名前変わりましたね。これ、9月以降に出願をして、合格発表は11月以降ですよっていう、もう決まりができちゃったの。前はねここはね9月じゃなかったね、8月でもよかったんですね、8月でもよかった、8月以降だったんだけどね。で、合格発表もこれ11月決まってなかったんだね、もっと前に発表出てたわけです。エントリー制度は残ってますから、これ今もう5月から、ね、エントリーできるような大学もあるみたいですからね、ちょっと探してみると良いでしょうね。これできるだけエントリー早めの方がいいです。後でまた総括しますけどね。はい、学校推薦型選抜、これ旧公募制推薦とか指定校推薦と言われるようなもの、これ11月以降の出願で12月に以降に合格発表というふうになってます。ってことは総合型選抜11月に発表して、で11月に出願、これギリギリだよね。昔だったら、去年前だったら10月にはだいたい合格発表が出たから、11月の推薦に間に合ったので、まあギリギリ指定校推薦、どの子にするっていう選考会をやるんだけど、それまでに結果が出ればその指定校にも間に合ったのけど、今年はこれ間に合いません。申し訳ないですけど選考会は先にやってしまいますから、総合型選抜で受験をして合格発表出る前にもう選考会終わっちゃってるということなのね。ということは総合型選抜なかなか受けにくくなっちゃうということ、これはだけどどこの大学、どこの高校も一緒です。どこの高校も一緒だから、逆にもしかしたらチャンスかもしれないね。これ後でまた言いますからね。総合型選抜の結果を見て指定校選抜出すのは厳しくなるよということを覚えておいてください。で一般選抜、先ほど話さなかったか、大体この学年も100人ぐらいはね一般選抜受験すると思います。2月以降3月25日前とするということで、これね4月まで合格発表、受験もね、受験を試験日を4月になってもいいですよっていうふうに前は言ったんだけど、今年から3月25日前ということで決められました。で大学入学共通テストということでセンター試験、名前は変わったよね。名前だけじゃなくて英語はリーディングとリスニングの配点1対1、あとは数学なんかは日常生活に即した題材の問題が出たりとか、全科目でいろいろと資料を読み解く問題が出たりとか、あとは主体性評価といって調査書の内容なんかもここで評価するよ、志望理由書なんかも見ますよみたいなことが打ち出されたわけですよね。だからこの辺いろいろ変化があります。だから一般入試なかなか受けづらいっていうのが今の受験生の感情かもしれないね。はい、さまざまな資料から考察するとどういうポイントが上がってきたか、その考察した資料については私またアップしますから、それをぜひ眺めていただきたいというふうに思います。ポイント1、総合型選抜、学校、推薦型選抜の募集時期が後ろへずれる可能性があります。これは、コロナの影響です。後ろにずれる可能性絶対ありますからね。はい、2番目、大学によって、選考内容を変える学校があります。今までこうやってきたんだけど、これはもしかしたら使えないかもって大学も思ってます。例えば漢字検定とか英語検定なんかも、6月とかね、受けられてないですよね。会場がない、ね、会場がない。学校でやってるっていうところは OK なんだけど、学校も今までやってなかったから残念ながらこれ使えない、そうなるとこれ利用してたのが利用できなくなるかもしれないということなんだよね。
はい、3番、オンライン説明会や個別相談、面接など積極的に参加して情報をする収集する必要がある。あの説明会今まで行ってやり取りだったんだけれども、オンライン、ね、オンラインなかなかね抵抗あるんだけれども、これやったもん勝ちだと思いますよ。あのとにかく第一志望でオンラインがあります、説明会ありますって言ったら、もうとにかく一対一で話ができるわけだから、向こうもね待ってるわけですよ。で必ず顔を覚えてくれます、名前も覚えてくれます、学校名も覚えてくれるから、ぜひこれは参加した方がいいね。はい、4番目、これね、理工文系、理系の方が難しくなります、文系の方が簡単になる。なぜなら、わかるよね、今言った情報系の大学は特に情報化社会になってるからね、さらに先を進まないといけないよね。 AI のこと学んだら企業は絶対欲しいよねっていうことで、情報系の大学はめちゃめちゃ高くなってくると思う。それと理系の方が就職率がいいっていうふうに言われてるわけだよね。だから文系の大学よりも理系で何かこれを学んだっていう人の方が有利だっていうことなんだよね。ということで、文系の方がだけど入りやすいよ、文系の方が入りやすいということは覚えておいてください。理系の方が入りにくくなる、大学はね。はい、5番目、国家取得を目指す学校、特に看護医療系、看護医療系ね、これはだいたいこういう経済的な、もう危機的な状況が来るとですね、社会情勢が不安定になって、経済危機が来ると、こういった資格取得を目指すような大学や専門学校がかなり難しくなってくるんですね。そこに集まってくるわけです。けど今年はちょっとわからない、ね、なんかすると思ってた方がいいんだけれども、コロナの影響で、いや病院はねっていう人も出てくるかもしれないからね。はい、ポイント6です。安全志向がさらに高まるよ。もうこれ超超安全志向になります。去年よりも一昨年よりもさらにさらに安全志向になる。去年もねかなり安全志向だったのね。ここで入試が変わるよということで、浪人したくないということでみんなこぞって推薦に流れたんだけれども、今年はさらに流れます、特に学校推薦型選抜、公募制とか指定校にぐっと流れちゃうので、多分ね指定校に大部分の人間が流れる。そうするとさっき言った総合型選抜は受けにくいよね。だって指定校狙ってるわけだから、総合型選抜エントリーして、出願しちゃったらこれ受験しなきゃいけないわけですよ。単眼のところが非常に多いから、もしかしたら併願、でっていう大学も増えるかもしれないけどね、これを境にね、けど、今まで通り単眼が多ければこれ受験する人が少なくなって、合格する可能性が増えるということは頭に置いておいた方がいいかもしれません。はい、でポイント7、基礎学力評定、あとは経験ですよね、志望流出にかけるような経験、何でもいいんです。こんなことやりました、ボランティア活動やったよとか、あと部活でこんな成績取ったよとか、なんかそういったもの、あとは成績が部活でなくてもね、今年は大学の方になんとかそういうね成績がないとしてもなんとかいろいろ評価してやってくれというようなお達しが出ているので、例えばクラブ顧問の先生にこんなような活動をしましたっていうことを書いていただければ、それを見て評価してもらえると思います。ということでね、これは顧問の先生にも相談してみてください。はい、あと基礎学力、ごめんなさいね、これ基礎学力は絶対必要ですからね、これないとシャレにならない、話にならないからね、これだけはもう、これはもう間違いなく必要になります。なぜかというと今まで以上に必要になる。なぜかというと、もう信じられるものがなくなってきちゃったから、英検も漢検も受けられてない、スポーツも試合できてない、結果が残せてない、じゃあどこ見んのって言ったらここでしょ、ここしかないでしょ、だから基礎学力取った方が有利だということだ。今から勉強して、まだあと試験あるから、試験あるからね、ぜひ勉強して評定を上げておこうということです。はい、総合選抜は意外に敬遠されるかもね、単眼でっていうところが今まで通り残れば、併願が増えなければ、これ敬遠される可能性十分にありますから、エントリーして、例えばもう指定校が考えてるところに、考えてる学校がね、指定校推薦の枠ありませんといった場合には、もうこれどんどんガンガンエントリーしてね、で受けた方がいい、で早め早めのエントリーの方がいいです、早い方が取ってくれるね、これ間違いないと思います。はい、9番です、総合型選抜で早期エントリーのある大学が第一志望であるなら早めのエントリーよって、これ今言ったばっかりだよね、これ絶対やってください。もしエントリーすぐできるよっていう学校があったら、もう速攻エントリーして、でやり取りをしてください。そしたら内定がもしかしたらもらえるかもしれません。内定って言わないかもしれないけどね、ぜひ出願してね、したらまあまあ何事もなければ OK にするからっていう話があるかもしれないからね、ぜひ、いろいろとやり取りを深めてください。
はい、ということで、行動範囲や視野を広げて高校生活をね、残り、ごくわずかだと思いますけれどもね、ぜひいろいろと考えて、行動して、視野を広げてほしいと思います。じゃあ、ちょっと早口でしたけどね、あとは動画を止めてみる、もしくは、資料ね、今日の資料を配りますので、それを見ていただければと思います。じゃあ今日はこれで終わりします。素顔 TV ヤトシチャンネルでした。バイバーイ。